はい、どうも皆さんこんにちは、ハクです。というわけで今回は初 X 待ちあさりということで、はい、今春休み明け初 X 待ちあさりの X 待ちか、はい、今まあ2031と終わってる数字なんですけど、やっていこうと思います。まあね、0時20分なんで、あと40分、だからまあ大体2セットぐらいしかできない、全部買っても。頑張ります。さあ、倍がいて、相手3000バッチいるな。のうち、あ、結構強いんじゃないか。んー、ダイナもいる、ガロンいるがちょっと厄介だけど、頑張っていきましょう。バカよくか。相手一人しちゃか。のうちが死んだか。んー、ちょっとやばいな。初手から攻められてる。とりあえず、ハンコを貯めて、ダイナモがあそこら辺に貼るとき。お土を倒したいけど、やられるよな、まあ。ちょっと手こずったな。まずいな、これ。あのカニタン、クソ邪魔だな。負ける、これ。無理だ。やべ、対面負けたの、やばい。アサリ作られた。まあ、これは入れられるなしはない。というか、俺がどうにかすればよかった。ところはある。とりあえず、奥に来るやつを。ガロン。多分今、ガロン以外落ちた。危ねえ。スライドほんと厄介。こっちにガロンいた。ないな。いやー、くそ惜しい。でもね、エナスタがあるんで多分味方は復帰早くて。だけどこれどうなんだ。いや、これやべ、やらかした。ごめんなさい。いやー、これいけるかと思ったんだけど、きついな。とりあえずインはして、入れて、後ろに敵いる、やって、お、いいんじゃない。もうここは入れて、いや、倒せれば倒したかったけど、きついな。うーん、ちょっとこれきついかも。まずいな。ちょっと防衛したいけど、これ結構ダイナモが来てるからきつくて。でカニタン吐かれたか、めっちゃ痛いな。ラつきたいけど、ラ行きすぎてもってことだし。よしよしよし、やれたやれたやれた。いや、きつい。ごめんなさい。あ、よし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 、オッケー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 。よかったよかった。結構危険だったけど、いや、まずい。ちょっと気取られすぎたな。やっぱ全員ステジャン積んでるんだ。マジか、それ入れられるか。うまいな、相手。やられたか。あっち側にガロンがずっといるんで、だけどまあ、これは事前復帰して、とりあえずアサリは無駄にしたくない。スペシャル溜まるし。結構うまいっすね、農地さんが。農地じゃないか、あれ
とマニマニコラか。ああ無理だ、やべ、今減ましたな。エンド出て、いやーイガロールタイミングが遅かった。いや早すぎたのかタイミング。まあでもまだ勝ってるので、いやーマジか。ナイス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 、やばいな。これイカタコピアスにもともと仏壇が入ってたんですけど、入れられるとまずい。まずい、これ無理だ、やばい、マジでダイナモが張ってるとクソギ動きにくい。多分エナドリ、いやこれどうだ、ナイスナイス、うますぎうますぎ。これはもう味方ゲーでしたね。ありがとうございました。うますぎ、味方うますぎ。ちょっと読みます。まあカウント進行ナンバーワンだからいいだろう。いやうますぎないよな。と 0.9 あれ仏壇を積んでたから結構自陣復帰というかヘマしても早かったんですけどね、復帰がランダムでやったらなんか来ないかなと思って回しちゃったのがちょっとやらかしたな。というわけで、2試題目やっていきましょう。はい。単射程ぶっ殺しゾーンこと、タラポート。ローラー。ちょっと、ワイパーが怖いな。若葉ボムコロか？ダスパ、うん。マジでワイパー嫌い、ほんとに。あの、環境武器マジで。強すぎなんだよな。まあまあ、アサリ作っちゃう。いや、1個いいか。7で潜伏でもいいんですけど、そしたら持ってた方がいい。いや、もうやらかした。本当にもうガロン中央にいたのか。最悪。取られすぎたで、これで潜伏中の仲間に飛ぶとやらかすんで。アサリ？はぁ？おかしいだろそれ。オートエイムかよ。バグじゃん。もうやばいって。まずいまずい。俺まだ0キルなんですけど。マジでこのステージ動きにくい、ほんとに。いや、やれねえのかい。よし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 。マジでうるしょ、ほんとやだ。結構押されてる。インクない、インクない、インクない。何物を食ったのはいい。いやーナイスナイスナイス、うまいですね、うますぎ。いー戻れ、よーし、オッケーオッケー、デスは避けた、デスは避けた。7もしか、まあでもこれは一旦こっちのヘイ倒す。
あぶねえ。本当は味方に飛びたいんですけどね、ちょっとまだその技術がないんで。やばい。だって今何してた俺、普通にただ潜伏してただけとかいうゴミみたいなことしてたんですけど、え、投げるか。マジで見えん、マジで見えんかった今の、ごめん。やばい、俺お荷物じゃないか。大丈夫か俺。踏みながら俺遠慮なく突っ込んで消えなくて。ナイス、カリーてくれる。出てもいい。ゴム、ゴムを消しちゃった。抑えてたい多分だから。いや、いたんかい。もう嫌だ本当に。ガロン、まずいな。あいつ放置したくはない。勝った勝った、よかったよかった。やっと対面で殺した気がする。いやー、あのね、どうだぞ、いけるか。よし、オッケー、援護。28なんでしょ、うるしょ、ほんまキモい。28なんで入れたところでって感じだし、あと今、相手にアサリないんで、これもう、アサリ取りまくって、あと4秒耐えればいいぐらい。あ、勝った。最後イカロールしようとして死んだんですけど、はい、勝つことができました。結果論です。よし、あと1勝すれば75クラスだぞ。いいね、いいな。やばい、味方運が凄まじくいい。あ、もう俺カウント進行しかしてない、特攻隊しかしてない。大丈夫かな。やべえ、またちょっとガチアサリで突っ込んで死んでいくの利的なんでやめてもらっていいですかっていうコメントが来ちゃう。やべえ、3キルだ、まずい。やばい、3キルだ。俺一番下なんだろうな。まずい。マジで振ったん来いよ、ほんとに。アニタンクと普通に機動力ある武器、最強だよな。お、やったー。また、同じっすね。お、しかも、お、結構、さっきの人と、同じやん。やったね。よろしく。やべ。はい。はい。オゲームに失敗する人でーす。ナイスカリー。プライムいるのちょっと厄介。ダンコン。あ、終わった、もう。やばい、射程短いよこの武器。うますぎだろそれは。やあれだ、やべ。うん、ちょっと特攻しただけだな今の。やばいなー。まあでもカーリングで1キルできたんで、なぜか。やっぱカーリングって投げてるだけで死ぬんですよ、誰か。マジで、ローラーさん上手すぎる。林さんはどこに投げるかなんですけど。パラポートまだ研究してないというか、動き方というかあんまり。なかなかアサリがパラポート来ることはあんまりないんで。ブラスターいるのほんと腹立つな。いたんかい、そこに。
れちゃったんですけど大丈夫かな。やばい、もう本当やだ、エイム悪すぎ俺。まあ、まあ、プラスになったんでいいかな。ね、飛んでいいか飛んでいけないかわからないんで、ちょっとステジャンも入れようか迷ってるんですけど、てかステジャンのギア作ったんだけど、上手い人のやつアルパクリして、ダメージ食らっちゃった。ごめんごめん、ナイス誤発しちゃった。富永のこれ上手すぎだろマジで。どうしようかな、相手がジェップ持ってるんで、そろそろ大丈夫でしょうけど。ここいたよね。やばいな。当たれ、うん、射程短い。うますぎ。よし、オッケーオッケー。11なのオッケー。うん、ガロン倒せたらそれでいい。ガロン倒せたらそれでいい。ごめんね、ローラーさんに飛ぶのは申し訳ないんだけど、今のところ勝ち試合。ちょっとローラーさんが知ると心もとないというか。 OKOK ナイス。黒対面で勝つの強いな。ナイスいいね。倒せるか。今見えてんぞ今の。ごめんなさい。打っといて。ゴールドって結構ね、当たりダメが20ダメなんですよ。だから結構でかくて。うわ。もう。近づいた時全員殺してくれるみたいなノリじゃん。あぶねえ、ちょっと マジか、やべえ、ちょ反対側に起動すればよかった。まあちょっと手を頭にやったんだけどバグってねえかな。まあいや、そんなことはどうでも、とりあえず試合に集中しよう。まあでも70の差、70の差って結構でもすぐ詰められちゃうからな。ガチアサリって面白いのがね、1回の開けでノックアウトできるんですよ、うまくやれば。だから周りと初見2枚やり、まあやっていく。いや無理だよな、うますぎ俺あれだな、ギリギリ延長らへんまで持ってって、というか多分延長戦入った直後に、ナイス、あ延長入ったところに入れればね、一瞬で勝てるんで、やった3連勝です、イエーイ。だーとね、今回もね、あまり活躍できてなかったんですけど、ちょっと、マジで、ローラーさんが上手すぎたっていう、あと最後の帝王もめちゃくちゃ良かったっす。ちょっとやばい、俺2キルとかじゃない ?9 キルだったわ、良かった良かった。まあ、だからね、ちょっとね、フッタンを積みたい。よーし、2-1。いやね、いや俺本当はね、いや本当に、まあもうちょっとキリがいいんで、もうこれで動画終わるんですけど、はい、いやうまいなー、いやマジで16キル、うん、うまい、普通に潜伏の仕方が上手だね。そう、保存しとくか。3連勝できた試合だし、メモリープレイヤー保存しといて、で、負け試合とちょっと比べて見てみようかなと思います。でね、まあね、僕今ね、2-1なんですけど、まあさっきの試合で、シーズン、前のシーズンが最高、2-4、50ぐらいだかな。
2450ぐらいで、で新シーズン開幕測定が21だったんですね。21だっけ。うん、で2300まで上げて、よっしゃいいぞって時にもうあの500バッチとかめちゃくちゃ増えてきて、シーズン開始直後だったから、でまあ防護にされてマイナス450ぐらいになって、一回1900ぐらいまで下がって、本当に恐ろしいやつだったんですけど、まあ結構戻れそうな気はしてるんで、まあいいかなっていう。でまあはい、あのこの動画が上がった頃には多分あのバリバリスプラの配信とかしてると思うので、まあよければ、はい、見ててください。まあ、あとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、でこの動画見てね、ボールドマーカーが少しでもおもろいなと、強いと思ったら、ボールドマーカーぜひ使ってみてください。まあ、脳みそ溶けますね。はい、この武器マジで面白いから、弱いけどね。うん、まあ、ちょっと調整アップデートに期待ですね。そろそろ反抗強化してほしいところなんですが、まあでも強い武器に反抗がついてるからね。はい、というわけでじゃあまた次の動画で会いましょう。おざくー。ちょっと今緊急で動画回してるんですけど、まあ多分あの同じ日に撮った X マッチの最後に、はい、あの付け加えられると思うんですけど、イベントマッチ見たらビッグカーリングボンバトルとかいう、俺にしか重要なさそうな最高な、しかもルール確認したら使えるのがサブウェポンがカーリングボームの武器だけってことで、カーリングボームが巨大化する、当たった時のダメージがアップする、爆発のダメージも大きさも大幅アップ、いや最高じゃないですかこれ。ちょっとサブウェポンがカーリングの武器といえばもう代表といってこいつですよね。はい、というわけでまあやろうと思うんで、はい、ぜひ動画また配信見てください。はい、おまけでした。はい、バイバイ。